26日日曜日、うちのあの時さに正月の29日な土曜日に野菜はいぞい大川豊春アワー大川豊春です。はい、そして梅田純でございます。はい、よろしくお願いいたします。こんばんはでございます。こんばんはでございます。はい、まああの先週、はい、この番組を聞きながらですね、はい、お車を運転しておりまして、はい、あの小葉さんゲストにお迎えしたんですけれども、はいはい、しましたしました、はい、小葉さんをお迎えするまでに3分間私たち2人だけで喋っていたという、はい、異様な番組でございまして、ね、その3分の2を僕が話してたというふうに苦情をいただきました、お母さんから北海道のお話でね、はい、すいません、でございまして、はい、まあ、ちょっとあれを聞いた後にですね、はい、若干私あの落ち込みましてですね、今回からはちょっと気をつけていこうかなと。あ、やっぱりゲストをお迎えした時は、はい、さっと行こうじゃないかと、さっと行こうじゃないかという、なるほどね、思いましてね。あーはーはー、はい、でも最近あれよね、寒くなったり暑くなったり、寒くなったり暑くなったり雨降ったり晴れたり意味わからない天気こんなが良くないんですね本当よねすっと行きましょう。今日ゲストを迎えしてます。そうなんですけどもゲストを迎えしてますんで早速ね、はい、なんかあのご紹介をしてきてるんですけれども、はい、イタリアはちょうど金曜日のような感覚になってなるほど、してしまいましたけど、はいはい、今日は宜野湾市普天間の方で、はい、三線店を営んでおります。はは、三線の松戸の松田長尾さんにお越しいただきました。どうもこんばんは。どうもこんばんは自分忘れられたかなと思いましたよ二人で盛り上がってるからよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまあ、あの三線の松田、はい、まあ、あのお店がね、うん、新装移転オープンして、まあ、1年経ちましてね、はい、そういったあのお店のお話などまた三線作りへのこだわりとかですね、はいはい、またあの兄弟でされておりますからね。この辺りはすごく興味深いですね。そうですよね。あのこの番組には三線を使う歌者の方はもうたくさん出ていただいたんですけど、はい、その三線をね、うん、作る職人の方に出ていただくというのは初めてですので、初めてでございます。なかなかお話伺う機会もないですからね、はい、あ、そうですか、はい、じゃあ番内喋っていきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。ではじゃあ早速ですね、はい、1曲目曲をお届けしてまいりましょうね、うん、上間勲さんでですね、はい、あ、これもなんか春にふさわしい歌でございます。かりうし八春。Thank you.
山勲さんで、かりうし八春をお届けいたしました。さあ、イザリバ町で日曜日違うでしょ勝手に大先輩のねコーナーをそういう語るもんじゃないですか怒られますね、またね、本当ですよ、はい、さあ今日は、はい、ゲストにですね、宜野湾市の、普天間、はい、普天間宮の斜め向かい道向かいにありまして黄色い建物、大きな建物があります、うん、そこで三神の松田というお店がね、あるわけなんですが、そこの、松田長尾さんお越しいただいております。はい、まあ、上間さんの歌を1曲目からお届けしましたけれども、はいはい、上間勲さんはその三神の松田の入り口入ってすぐ手前に2畳ぐらいの畳んじゃ上がりますが、はい、そこであの三神教室をされていると、うん、なるほどそうなんですよ、開店当初からお願いしまして、はい、そこで週2回ですけど、本当のもう触ったこともない初心者の方のクラス、うん、はい、またあのちょっと上手な人のクラスって分けて、はい、お願いしてるんですよ。あ、いいですね、うん、初心者のコースとちょっと上手な人のコースここがポイントですね。ちょっと弾けるけど、はいはいはい、歌は一切歌わないぐらいですね、うん、案外そうなんですよ、ジーニールとジントンテントこうやるんだけど、うん、歌が入ると狂っちゃうみたいな、難しいですね、本当に歌三振で練習やってないと歌えなくなってくるんですよね、うん、そうなんですよね、三振だけど大人出していると、なるほど、ちょっと上手な人たちのコース、もっと上手になる人は教室に行ってください。歌えるようになったら正式な上間勲研究所に、あ、なるほど、格上げするわけですよだからみんな早く卒業して行ってねっていうことで、なんかね小中高のエスカレーター方式みたいな感じでいいですね、これね、上間勲付属高等学校みたいな感覚ですよ、そこを通らないとダメなんですよ、なるほどね、さすがですよね。でも、うん、三振を購入したお店で、はい、そうやって入り口までは導いてもらえるっていうのはいいですね。そうですよね、買ったは買ったけど教則本見てもよくわかんないとか、かといってこの研究所の門を叩くほど勇気がないっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。そうですよね、そこに全然弾けない人とちょっと上手な人のコースがあるっていうのがいいね、これ入りやすい、入りやすい、入り口としては非常に入りやすいですね。またですね、はいはい、うちの三振買ってもらわなくても、うん、結構いらっしゃるんですよ。あ、よそで三振新しいの買ってきたばっかりだけどこっちでも習えるかねってもういいですよ習ってくださいって言わないですけど、はい、大丈夫ですよ、番内は大丈夫ですよってことで、ご案内してます。それで、いいですね、この畳んじゃがものすごくいいんですよね、よくいるクマみたいな感覚で。そうですね、やっぱりどうしてもうちなんちは椅子よりも、うん、はいはいはい、畳んじゃがの方がなんか安心するじゃないですか、はいはいはい、だからもうこれはもう設計の段階で絶対これは儲けようと。いやでもなんかね、うん、三振屋さんのイメージの中ではやっぱり畳ってつきものですよね。そうですよね、なんとなくね、なんかほら入り口を入ってすぐ畳んじゃにこうた囲まれていて、うんうんうん、その向こう側でこ のおじいちゃんがね、職人さんが、職人さんが三振をこう作っているという風景っていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、なので畳んじゃっていうのは欠かせないものだと思いますよす、ね、三振店には。まあその上間さんの曲に乗せてね、はい、三振の松田1周年記念ということで、はい、まあ、移転1周年記念の CM の方もラジオの方でね、そうですね、流れてまして、今週ですねから、はい、お願いしまして、私喋っておりまして、あら、はい、なるほど、三振の松田って喋っておりましてやってるんですけれども、はいはい、まあ、その、まあ、1周年をされたこの三振の松田、まあ、元々はまあ、移転新装1周年なので、はい、創業的にはものすごく長いんですよね、三振の松田さんは。一応は46年っていうことなんですけど、うん、はい、これちょっと前に、ちょっと前って言っても10年ぐらい前ですかね、はい、うちってどれぐらいになるのかなって考えて、創業ですね、はい、はいはい、だいたいこれぐらいじゃないかっていうことでやったんですけど、今考えたらだいたい56年ぐらいですね10年も違うと10年逆にサバ読んでしまって、もう今さら変えたら、はい、売った、絶対行くしってことになるから、もう変えられないんですよどうしても。それからもう残念で、だから来年になったら2年ぐらいサバ読んでまたちょっとずつ上げていって元に戻そうかなと思う。分からないうちに早くも50年になってるみたいな。そうそうそう、しょっちゅう見てる人は多分気づくでしょうねヌーヤがうぬさんしんやみたいな、どっかのタレントじゃないんですからそのサバのそうですよ、うん、じゃあもしかすると56年、うん、でも今ね公表上46年っていうことにしといてください。やっております、はい、まあ、そんな松田さんですが、実はすごくね、うん、まあ、年齢をまだご紹介してなかった
なんですけど、僕たちとかなりお年も近い、そうなんですよ、若い職人さんで。現在長尾さんは30代ですけども、36ですね。6、はい、ね、で弟さんが、はい、35です。35歳。いやでももうあれですよ、うちの父から引き継いだ頃は、もう本当に若いおか言われましたけど、今はもうあの何で変わるかって言ったら、お客さんがですね、はいはい、あの前は22からくい敬礼だったんですけど、はいはいはい、今は23からくい敬礼に変わってるんですよ。23に変わりましたか。僕も年だなってあれで感じるんですよ。なるほどね。本当にがっかり。がっかりですか。がっかり。いやでも職人としてはなんかほら、ね、いやどっかであのなんか重み出したいっていう思いはありながらも、22って言われたらやっぱ嬉しいんですよ。ああなるほどね。この辺あの30代の揺れる気持ちはよくわかるね。うん、俺なんかもそんな感じ。確かに22とは言われなくなってきましたね。23になってきてますね。確かにね。その辺でちょっと年を感じるところもあるんですね。ちょっとジレンマですね。でもあの実際にこの三線を作り始めて、そうですよね、お二人はもう何年ぐらいになられるんですか。10年ぐらいですね。ややちょっと うちの父があの亡くなる時に バトンタッチうまくできたもんですから、はいはい、それから2人でやってきて、はいはいはい、技術もですね、うん、まあ、10年経ってまあまあ自信出てきましたので、うん、あの皆さんからも好評いただいてるんですけど、あのたくさんの本当にお客さんがね、はい、あの年齢層もすごく幅広い客層なんですけれども、三線の松田さんはあのその中でもやっぱりね、あの、うん、年上の皆さんにもこう親しまれて、はい、そしてまた年下のね若い人たちからもあの2222みたいな感じで親しまれるっていうパターンはいいですよね。そうですね、両方からいい意味でね、あの親しまれるっていうのはとてもいいことだと思います、ね、先輩方がまた購入に来られるとなんか緊張しそうですね。そうですね、あの一応ここまであのこの1年これぐらい大きく店構えさせてもらいましたけど、はい、これはもう本当にもう何度も言うんですけど、うちらがはい今から三線始めましたので、うん、店開きましたのでどうぞいらっしゃってくださいって言ってもなかなかいらっしゃらないと思うんですよ。これはもううちの父からの、うん、いわゆる看板があって、はい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 、父からの信用ですね、うん、信頼があってあの昔からのお客さんも来てくださいますし、だからもう本当に父にあの感謝するっていうことで、店舗内にもですね、うん、あのうちの父がいただいた博物、はい、あの県立博物館長賞っていう三線があるんですけど、それも展示させてもらって皆さんにあの見ていただいて、来ましたよ。いいですね。これはいいね、なんかね、本当なんかもしかすると、はい、でまあ、たくさんのお父さんの代からのお客さんがいらっしゃるわけですから、はい、うん、あの、まあ、三線というのは常にこう修理が入ったりするケアがありますけど、はい、お父さんが作られた三線をお持ちになってくるお客さんというのも中には、あ、いらっしゃいますよ。今でももうこれ弟に何十年前作らしたもんだけど、うん、これ直してみようかねっていうことで、これですよね。いいですね。これ割ったわらばがこれまた直しに入るわけですよ。はい、うん、あ、これはなんかたまらないね。本当に兄弟船の世界です ね親父譲りのよってやつで、いいね、これはね、こういうのがあるって、またね、その、お父さんの代に購入された方から、うん、三線が、うん、その三線がまたその下の代に受け継がれて、うん、いわゆるこの第二世代の皆さんたちですよ、が、その店に訪れてね、はい、第二世代同士でこう話ができるっていうのも、うん、いいことですよね。これはでも本当三線ならではですね、うん、そうです ね、ありがたいですね。一丁こう購入して、うん、代々これをね、うん、親子こう受け継ぎながら大切に使っていって、でまたこの修理がきちんとこの購入したお店でできるというのは、うん、ある意味買った人からすると嬉しいですよね、うん、その買ったお店がなくなるってとっても寂しいと思うのよ、うん、寂しいね。そうですね、やっぱりこういったアフターっていうのはすごい大事だと思うんですよ、うん、やっぱり買って売ってそのままっていうとお客様不安じゃないですか、うん、三線っていうのはやっぱり結構あのやわなところも、うん、部分もあるもんですから、例えばからくいとか、はいはいはい、汁とか、うん、あの本革だったらもう切れるとか、うん、はい、もうこれはもう必ずあのアフター必要なところですから、うん、そうした面でもうすごいあの重要視して大切にしてはいるんですけど、うん、だから購入だけじゃなくって、
あの修理ということで、うん、三振の松田さんにお邪魔しても全然 OK と。あ、もうあのよそで買われた三振持っていらっしゃる方もいらっしゃいますけど、もう番内修理今もしてますし、全然大丈夫、全然大丈夫。嬉しいです。あれ三振のまた弦っていうの？チル。チル。はい、あれがなんか結構あのなんかなんていうのかな、ね、僕はギターは弾くんですけど、うん、はいはい、あれはまたクラシックギターの張り方となんか違うような、なんかこう説明を読んでもよくわからない感じがするんですけど。はね、はい、糸掛けの部分が後ろのところね、紐に紐掛けるでしょ、あれだって、はい、あれが難しいんですよ。うん、あんなのは どんなしたらいいんですかね、また。あれはですね、うん、はい、下から通して、右回して、はい、輪っか作って、はい、穴に入れるっていう感じで、あー、分かる、分かりやすいですね。まあラジオなんで余計分かりにくいんですけれども、これでもこれをお願いすることもできるんですか？うん、通常はこの交換台取るところもあるかもしれないですけど、はい、まあ取って当然だと思うんですけど、はいはいはい、うちは一応もうチル台だけいただいて、あ、じゃあちょっと切れたんだけど兄さんこれ買うからちょっとつけてよと。そう、あの、いや、あの、うん、そう、チルだけ3本とか、はいはいはい、1本だけでも買えに行く方もいらっしゃいますよ。あの、ウージル、中汁、ミージルっていうのはバラ売りもされてますから、うん、ほうほうほう、だからミージルだけが切れても、そうですね、あの、それだけを取り替えにっていうのもできるんですよ。うん、あ、じゃあ今ラジオを聞きの方でお家に三振あるんだけど、うん、なんかちょっとやっぱり調子が悪い部分があって、うん、触りたいんだけどね、難儀、難儀屋さんと思ってる方はとりあえずそれ持って三振の松田さん行って、うん、修理してもらって、はい、でついでだからもうどうですか、あの、何もできない人のコースもありますからちょっと畳が上がってな習ってみてくださいよ。習ってみるのもいいですね。あれですね。うん、そうですね。でチルの話ですけど、うん、あのバラで1本ずつ買えるっていうことも可能ですけど、はい、できたらおすすめですけど、これは買えるときは3本一緒に買えた方がいいですね。あ、なるほど。これは同じようにこう、そうなんですよ。1本だけこれ買えたときはすごい腰があってなるんですよ。あとの2本がちょっとまあ切れ、毛羽立ってないけどまだ使えるかっていうよりは3本同じのに買えたらこれ300円ですごいグレードアップになりますから、ね、はいはい、もなるほどね。安くてなるほど、なると、なるほど、なるほど、すごくいいんじゃないですか。300円ですごいグレードアップ、あのコンピューターのバージョンアップって非常に難しいんですけれども、三振のバージョンアップっていうのは結構お手頃な金額でできるわけですよ。300円ですよ、はい、安いですよ。安い、もういいですね。なんかしかも手数料ただもうね、いいね。これでこればっかり殺到されたらもう仕事できないけど、チル屋になってしまいますね。大変ですけれども、まあでもご兄弟でこの三振作りをされてるということ で、はい、あのお二人でやっぱり役割分担みたいなのがあるんですか？うん、そうですね、大きく分けて、はいはい、私は兄ですけど、うん、私が、ネックっていうあの竿の部分ですね。長尾さんが竿の部分、はい、そこをあの作って、そうとも言いますか、はい、そうですね、はい、あの内名口で、はい、そこをまたいろいろこのマカビ型とかユナー型とか型ありますから、はい、お客さんの要望に応じてこうこのいろんな型に作るわけですね。中盤で黒塗りにしたりとか、はい、スンチ塗りにしたりとか、はいはい、赤っぽいのですね、はいはいはい、それにしたり、あの自分がそれでまず作って、うん、で弟の方で本革、春人工革、はいはいはい、そうしたものを、貼ってまた取り付けですね。はあ、うん、この2つですね、役割分担大きく、すごいね、うん、2人で作って一丁のものができると。はあ、どっちがこうかけてもダメですよね。そうですね、うん、今日は弟さんも聞いてると思いますよ。はあ、エイジさん、はい、ね、弟さん、エイジさん残業しいよ万年輪とちょんどハマりようや感じなんですけど、でもあの今は2人でこうやって分担してやってますけど、うん、はい、昔の三振屋のお父さんたちのすごいのは、うん、全部1人でこれされてたっていうのがあって、貼ったりですね、うん、そう作ったり、うん、まあそれあのが言えるのはあのこれほどまでに需要がなかったっても言えるんですけどね。ああ、うん、なるほどに、逆に考えてみれば。そうですね、まあ、今ものすごく、うん、あの三振の需要というのも増えていて、ほうほうほう、あの梅ちゃんも最近見たんでしょ、那覇市内で。本当にね、今週ね、うん、国際通りを歩いていて、うん、雲路交差点パレット前の、うん、まあローライズのジーンズ履いた、うん、まあ年の頃が22、23のお嬢様方ですよ。なるほど、かっちょいいんですよ、ブーツも履いてよ、はい、あいいね。何を手に持ってたか、うん、
2人が2人とも三振のハードケースですよ。あらまあこれがかっこいい。本当に本当よね。ローライズのジーンズブーツ三振っていうこのつながりがね、スムーズにいくんですよね。今最近はそのスタイルがどんどん沖縄では定着してきておりましてね、まあ需要が増えてる分あの三振の量っていうのもどんどんこう大量生産しないといけない分野もあるんですけれども、でもやっぱりあの三振の松田さんとしてはこだわりの三振を常に作っていきたいというものがあってね、今値段も本当に幅広くなりましたけど、あの楽器っていうのはギターでもそうなんですけど、やっぱり値段相応なんですよね。この値にしてはいい値段にしてはいい音がするというのはあるんだけど、やっぱりね、僕もね、最近いいギター買ったんですよ、あの20万円ぐらいのお金で、ね、すると思ってるね、あの違う、あのお父さんお母さん方に僕はね、このギターをやってきた人間として、あのお願いしたいのが、なんで続くかどうかわからないから最初はこう安いのでいいさという考え方もあります、でもいいものを最初に手渡されると、やっぱり大事にする。で、いいものはね、いい音がするの。さすが。するとね、長く続くんですよ。これはもう本当に思う。もう梅田さんは松田さんが言いたいことを全て言ってくれまして今。あ、でございますか。ね、もう終わりです。はい。いや本当ですね。あのその通りですよ。あのやっぱり、まあこれはあの予算とか、財布との相談もありますから、一概に皆さんで高買ってください、高いの買ってくださいって言えないですけど、今梅田さんが言われたように本当にもういいもの買っとけばもう後悔ないと思いますよ。そうですよね。あのあれですよ、初心あの免許取り立ての人がね、どうせあんた車ぶつけるんだから、中古買いなさい安いのでいいよって言って、あの壊すものではなくてですね、なんで新車買っときなさい、あんたどうせ一生乗るんだからっていうぐらいのものですから、楽器は三振は、ね、車でやっぱり例えると、今みたいに例えると、こっちからあのヤンバル行くのも、軽自動車でも、行けることはいける、ベンツでも行けることはいける、でもやっぱり乗り心地とか満足感っていうのはやっぱり違うじゃないですか。だから三振も一緒で、鳴ることは鳴って、同じ曲も弾ける、でもやっぱりこの音色とか、この持ってるこの所有、所有なんていうんですかね、あなんか満足度がまず違いますよね、持った感じのね、そういったのとかやっぱり相当やる気にも影響してくるとは思いますね。まあ、そういう入り方もありですよね。だからね、子供が持つんだったら子供が持つよりちょっといいものを与えてみるとかね、その上になんかあんたもっと上手になったらおじいちゃんの三振触らせてあげるからねなんていうのも素敵かもしれないですよね。そう、あのこの間いらっしゃったんですけどお客さんで、あの子供に三振あの買ってあげたいんだけど、普通はだいたいどうせ子供が使うのだから、安いのでいいさっていうことで買っていかれるんですけど、このお母さんはあのこの子供が大きくなってそして子供ができて、あの孫が生まれた時に、あんたたちのおばあちゃんは私にこの三振、上等買ってあげたんだよって、あのそのまま孫に渡せられるからもう今で上等買ってあげるさって言ったんです。素晴らしい、素晴らしいですね。素晴らしい。この考え方がいい、夢がありますね、あの成人式にさお母さんが着た振袖を娘さんがつけていくみたいなさ、そうですよ、こういうね、でも三振の文化、沖縄の三振文化ってそういうとこあるじゃないですか、床の間にこうおじいちゃんから代々使っている三振が飾ってあってと、ね、お父ちゃんちょっと雨漏りが入って気分が良くなると毎晩それをチントンシャンみたいな、それはそれでね、あのやっぱりあの安いものであってもおじいとかがおばあが使ってたっていうので、まあそれは本当すごい価値があると思うんですけど、やっぱりなおかつあうちのおじいって上等使ってこだわってたんだとか、そういうなんかプラスアルファみたいなのがあればよりなんか感じるところあると思うんですよ。だったらもっと大事にしていこうとかね、そういう気持ちも湧いてくるだろうしね。そうなんですよね。なるほど、だからこっちももう作るときはもう本当に上等になるように作るように心がけているんですけどね。あ、もうオーダーメイドっていうのが嬉しいね。そうだよね、またね、その人に合った、その人が求めている三振を作ってくれるっていう、やっぱりこう相談に乗ってくださって、まずはお話からそうですね、っていう予算も含めて、
ほとんどの方はあの三振って既成のもので、うん、飾られてるのをそのまま買うもんだって思われてるらしいんですよ。あ、僕もそう思ってましたよ、うん、これでいいよみたいな感じですよね。そうなんですよ。だからうちにいらっしゃって、うん、からくいこの糸巻くところですね、うん、はいはい、そこと T が、はい、あの銅掛けって言ってこのちょっと、布出てきたあの周りにこうありますよね。はい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 、いろんな模様が横側ですよね、いわゆる銅のね、そうそう、うん、あれもすごいラインナップ結構あるんですよ。すごい品数なんですよ、種類が。多分あれ沖縄一と自負してるんですけど、うん、多いですよね。あのムディの種類もいっぱいありますし、はい、あの糸を巻くところもそんなに種類があるんです、うん、すごいあるんですよ、種類が。なので、うん、あのいわゆる自分の好きなパーツを取り入れて、うん、自分の好きなあの三振にできるんですよ。そうそう、そうできるんですねってびっくりされる人が多いんですよ。あらはだから自分最初がこれがついてたから、うん、これこうして使うもんだと思ってましたとか。あ、はいはい、だからうちに来てやっぱ一番交換とかが多いのはやっぱり T がからくいですね、うん、一緒に交換なさる方も多いですよ、うん、あの無理のこの先のにサンゴがついてたり、はい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 、でこのピンクっぽいサンゴのとT側はちょっとピンク系の、はいはい、ハワイ系のちょっとおしゃれにコーディネート、そうコーディネートをおすすめするんですよ。なうん、したらすごい、もう三振ってやっぱり見た目パッと見 T側とか、うん、からくいて相当変わりますから。あ、そうでしょうね。そんなにガラッと変わりますよね。 そんなに高いものじゃなくても、うん、T 側とからくい変わるだけでかなりですよね、イメージ変わります。 T 側でも安いものでも1500円ぐらいからありますか。そうですね、はい、なので全然自分の好きなデザインにねこうできますから、うん、そういうので三振っていうのは本当に長くお付き合いできますね、うん、いろんな楽しみ方がありますね、うん、音奏でるだけじゃなくて、うん、昔はあの三振ってあの古くなったらこの部品ですね、今のティーガーとかからくい、はい、うん、古くなったり折れたりしたら交換するもんだっていう考えでしたけど、はい、今はもう規制会感覚で、あれまた使えますよって言ってもでもうちょっと飽きたからとかちょっとあの可愛い芸からちょっとかっこいい芸に変えてみたいとか、ね、うん、それで楽しまれる方もだいぶ増えてますね。面白いね、面白いね、いろんなのが出てきてるからね、やっぱりあの各皆さんもね足を運んでもらって、はい、実際にこのお店の中に入ってみてね、うん、あの雰囲気を味わいながら、うん、あのまた畳んじゃうもありますから、うん、あのユンタクしに行っても長尾さんが対応してくれます。そう、この気さくな長尾さんがいらっしゃいますから、はい、あの何も買わなくても長尾さんが対応してくれますから、チャワだけを出しますからお腹が空いたらね、隣であのタコライスでもたっぷりとありますから、すごく分かりやすい場所ですから、うん、ぜひ皆さんも足を運んでいただきたいと思います、まあ、お電話番号なんかもね、あ、そうですね、はい、ご紹介いただければと思いますが、番号の方もちょっとあの教えていただきたいんですけれども、はい、892、市外局番から言いますと、はい、098-892-4575、はい、ですね、4575-892-4575、ね、また、はい、あの三振の松田さんはですね、はい、多分どこよりも早かったんじゃないでしょうか、うん、あのウェブサイトもやっております、うんうん、はい、私も何度か見たことありますけれどもね、うん、はい、三振屋 .com でございます、はい、いい三振屋、ね、いい三振屋、普通の三振屋じゃないんですよ、はい、いい三振屋だから .com っていう自分たちで出てまいりました。この辺りがまたいいですねあの三振の松田で、うん、検索しても出てまいりますので、ね、はい、うん、ぜひ皆さんもこちらの方も見ていただきたいよろしくお願いします、はい、思っております、さあもうお時間の方も迫ってまいりまして、はい、松田さん、喋りましたね、長尾さん、もう30分ね、もう終わりですか最高記録ですよ、もうこれからじゃないんですか、最高記録です、まだそうです、はい、あの柳拓さんを抜いて、はい、この時間帯になってしまいましたけれども、はい、まあいろいろとまたまたちょっとね、お話ししたいのもありまして、はい、まあ今、3月の8日までもね、はい、セールの方もやってますので、うん、はい、ぜひ皆さん足の方運んでいただきたいと思います、はい、じゃあ最後の曲ですね、はい、また上間勲さんの曲をお聴きいただきながら、はい、長尾さんとお伺いしたいと思います、はい、上間勲さんの曲で渡る資金をお聴きいただきながら、CM 行きましょう、はい、それではまたこの後、はい、いい三振を作っていただきたいと思います、はい、お店に面相利用、はい、三振の松田長尾さんでございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。